LED ライトですね。人感センサーですかね。あのセンサーライトってやつですね。でこれですね、6個入ってるんですよ。でお値段がね、安かったの で、まあこれ説明書ですかね。説明書はまあ英語なんですけど、まあこれは簡単な操作なんでね、説明書はなくても大丈夫ですね。すごいですね。1,2,3,4,5,5,6。これ単4ですね、サイズ。ちょっと持ってきます。はい、今ですね、電池を入れてみました。で、これ今ちょっとね、蛍光灯の光でわざと明るいところに置いてます。そうするとこう光らないんですね。で、蛍光灯を消してみますね。それで反応して光ります。で、結構ね、これ明るいですね。で、ちょっと今、あ、これ私のスクーターなんですけど、これ今光こう当ててるんでね、見えてますけど、今これガレージの中でちょっと暗いんですよ。まあ普通だとこんな感じで、まあ映らないんですけど、この光のおかげでね、こんだけ、ね、これだけの光量あってね、ちょっとびっくりしました。普通ね、センサーライトって足元が分かればいいかなぐらいの明るさでね、あんまり明るいのないんですけどね、これ結構明るいですね。で、こう置いて周りで何も動かないと消えます。消えて、ちょっとこう近づくとね、うん、これいいですね。なんか透けちゃっててね、光が。あの、ほんとね、十分な明るさですね。 LED が 1,2,3,4,5,6 個ですね。センサーの反応もしっかりしてるんでね、これでね、6個で入ってね、かなりちょっとお安かったんで、ちょっとびっくりですね、これは。はい、明るいですね、これは。いいですね。で、電池はですね、あの単4ですね。単4、3本で。こんな感じで入れるんですね。で、まあ電池を入れて、ここのね、溝に入れて、こっちの爪をね、溝に入れて回すだけなんで、もうね、これだけなんで簡単ですね。で、これ 3M さんのね、両面テープ、ちゃんと 1,2,3,4,5,6 個入ってますんでね。ここに貼ってどっか貼り付けるのでもいいしね、まあどっかそう置いとく感じでもいいですよね。で、まあ6個はね、あのいきなり6個使うって人もそういないかもしれないですけど、でも予備で取っといてもいいですしね。で、お値段ね、本当安いんでちょっとびっくりしましたね。私は今のところ 1,2,3,3つか4つはすぐちょっと使おうと思ってますんで、まあ、あと2つはちょっと予備で撮っとこうかなと思ってます。はい、明るいし、本当にいいと思います。おすすめです。どうも見ていただいてありがとうございました。